入ってんで声こんにちは、ナッキーです。今回の動画は優しい馬のトレーニングということで、これから馬のトレーニングなんかも動画でお送りしていけたらいいなと思っています。最初のその一番基礎のお話です。優しい馬って何かなっていうお話なんですが、まず皆さん馬ってどんなイメージをお持ちですかね。結構こうネガティブなイメージというか怖いイメージを持ってる方多いと思います。後ろに回ったら蹴るよ、前を通ったら噛むよとかですね、まあ、いろんな危険なイメージがあると思うんですが、まあ、もちろん人がね気をつけなければいけない部分もたくさんありますが、馬は本来すごく優しい動物です。まず優しい馬、言い換えると安全な馬です。で、安全な馬っていうのは噛んだり蹴ったり人を振り落としたり、物音に驚いて急に走り出したりしない馬ですね、まあ、子供が乗っても安心できる馬、まあ、それを僕は優しい馬と呼んでいます。じゃあどのようにして優しい馬をトレーニングしていくのか、まあ、もちろんトレーニングだけでは優しい馬作れない部分もあります。まず子供たち乗せるために必要な3つの要素があります。1つが大きさですね。2つ目が性格です。3つ目がちょっと難しい言葉になりますが従順性、ちゃんと人間の言うことを聞いてくれるかというところです。この大きさ、これは調教ではどうすることもできません。あと性格、これも、まあ、ある程度は変えれますが、やっぱり持って生まれた性格というのがあるので、それはトレーニングでは変えれません。ただ最後の従順性、人の言うことを聞いてくれるようにできるか、トレーニングでかなり従順性を上げることはできます。その従順性をどのようにして上げていくかっていうちょっと難しいお話になりますが、まあ、やることはすごくシンプルで簡単なことなので、ぜひね聞いていただきたいなと思います。馬をトレーニングする上で一番大切なこと、もちろん馬と人は違う生き物です。じゃあ何が一番違うか、一番違うところ、人間はね2本足で歩くんです。まあ、言い換えるなら人間は手を持ってる唯一の動物です。じゃあこの手をどのように使うかで、優しい馬になるかどうかすごく重要になってきます。でもこの手は優しく使うこともできますし、まあ、物を撫でたりすることもできれば、こう拳を握ればこう武器にもなります。優しくもなるし、時にはこう狂気武器にもなるんですね。だから使い方を間違えると動物にとってはすごく怖いものになってしまいます。じゃあ動物に対してこの手をどう使っていくか、まあ、当たり前なんですが優しく使っていきます。とにかく馬の調教の第一歩目はこの手の優しさを教えていきます。まあ、馬は生まれてずっと4本足なので手の存在っていうのを知りません。人間と関わって初めてこの手の存在っていうのを知ります。上から使う手、上から物をこう叩くというか上からこう振り下ろすような動き、これね動物生まれて一度も経験してないんです。この上から迫ってくる感じ、当たり前ですよね。だって人間しかこう上から触れませんからね。だから上から来るものってねすごく馬怖がります。他の動物も言えるかもしれない。犬なんかもね上から手を出したらダメだよとか言いますよね。怖いからです。単純に知らないんです。上から来るプレッシャーでこの感じですね。圧っていうのは馬知らないんですね。だからこれをまず馬にこの上から来る手というのの優しさを馬に教えます。だいたい上から来るものって怖いんですよ。でこう怖いんですけど、この手を撫でたり、書いてあげたり、まあ、心地よく使ってあげることで馬はね手をすごく好きになります。まあ、手を恐れなくなります。じゃあ逆にじゃあ馬が悪いことしましたとか、その時に上から叩いたり拳を握ってゴンってやってしまうと、もちろんそれは怖いものになってしまう。人間は、まあ、まだ上から来る手って知ってるんで、そんなに怖くないんですけど、もちろん人間の子供、これすごく子育てにも使えるお話なんですが、人間の手ちょっと叩くっていう行為ね、これは怖いものしかないんです。当たり前です。じゃあこの手をどういうふうに優しくしていくかというと、手を上げます、撫でます、手を上げます、撫でます。上から来るものは心地よい、手って優しいんだっていうことをですね、馬たちとにかく徹底的にそこはもう伝えていきますね。なので馬のトレーニングのまず第一歩目はこの人間の手に
慣れてもらう、人間の手の心地よさ、優しさを知ってもらうということです。決して馬を叩いたり殴ったりしたらいけない、まあ、当たり前ですけどね。でもつい手って便利なので、なんか悪いことしたらつい手をねパンってやりたくなるんです。もちろん馬を叱る時もありますが、叱る時は必ず馬を下から叱ります。ダメだよ、上から叩いたりしません。下からもし手に噛みつくような仕草をしたら、それは噛んじゃダメだよ、下から追い払うような叱り方をします。これちっちゃいことなんですが、すごく大切なことです。上から来るものは優しく、もちろん下からも優しく使いますが、時には下から怒ることもあるよ。この手をきちんと使い分けたり、こうすることで馬は手を怖がらなくなるので、噛みつく理由がなくなります。怖いから噛みつく、嫌だから。でも心地よくて優しいものになんで噛む必要があるんでしょう。それは例えばその乗馬クラブのインストラクターの人が触った時だけ噛まないとか、そういうことじゃなくて、手の優しさを教えることで子供たちが触っても、馬に触ったことない人が触っても、悪意を持って噛むことはありません。噛む理由がありませんから。だからとにかく手の優しさを教えます。なので最初の第一歩は手で馬との信頼関係を築いていきます。とにかく人間の手は優しいよ、あなたに危害を加えないよ、なんならでも手はあなたを守るぐらいの存在だよと。これがすごく大事なんです。とにかく繊細に手は使います。これで大方馬の調教の第一歩目、すごく大切な第一歩なんですけど、この一歩間違っちゃうと結構ね後で引きずっちゃうんですが、一歩目でしっかり手の優しさを教えることで後のトレーニングがすごくスムーズに進んでいきます。この手、もちろん馬に対しても優しく使いますが、今僕は子供3人育てていますが、やはり手ってすごく大事なんですよ。まあ、もちろん赤ちゃんお母さんから生まれてきますが、生まれた時に、初めて受ける外の刺激って手じゃないですかね。違うかもしれないですけど、手だと僕は思ってます。お母さんから生まれてきて手で抱き上げられて、でお母さんに手で抱かれて、最初必ず子供との最初の触れ合いは僕は手だと思って、これは人間だけ与えられた特権ですよね。生き物は赤ちゃんを産み落とします。基本地面に産み落とすんですね。人間は産み落としません。なぜなら手が使えるから、手で受け止めてあげることができるんです。で手で抱きしめることができます。で、まあ、大きく成長するにつれて手で撫でることもできます。手をつなぐこともできます。すごく手って愛情を伝えるためにすごく大切なものなので、手の、ね、使い方すごくね大切にしてもらいたいと思います。手ってすごくこう力を持ってるので、まあ、優しさを伝える素晴らしいものなので、ぜひねお子様には手を優しく使って、もらいたいなと思いますし、ついでこう僕もうんってしたくなる時あるんですけど、まあ、そこはちょっとね我慢して、手は基本的に優しいそして使ってもらいたい。まあ、そんなね具体的にどういう風に馬に、していくか、これから実際馬のトレーニングを動画でお見せしながら皆さんにお伝えしていけたらなと思っています。まあ、今日はこんな手の優しさを伝える動画でした。でこれからは日頃僕がどのように馬を子供たち向けに安全にトレーニングをしているかっていうのをお見せしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。もしよろしければ高評価、またチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。